危ない。攻撃力は十分だな、さすがに。こっちやってましたな。こっち側から見よう。痛い。防御間に合わんし。あ、でも防御力がね、ちょっと上がりましたんで、僕は楽ですね。この武器は、もう育成適当だ。メインは、証券の方で。45くらい必要なのかな。あ、いける。サンドブレード。多分これでもいけるはず。目的は、このグラディウスを2段階強化しろっていうことなんで、まあ、このグラディウスの次の形態っていうのが、このクリフナイフで、このクリフナイフからチョッパーっていうのに発生するのと、あとはこのサンドブレードに発生するのと2パターンあるんですけど、それだね。まあ、強いとは思うんだけどね。多分耐久が減りやすいのかな。なんかほら、特殊能力っぽいのが、来ました。砂だけに壊れやすいってね。鍵あったっけ？あー、ないね。ないから無理に開けない。となると、とりあえず目的は一旦達成できたので帰ろう。必要な人員は確保できた。あとはね、木の家、俺3つ作っちゃったんだけど、1個藁の家にしないといけなかったと思うんだよな。ああ、いや、相手しない。まあね、砂でできた剣っていう時点でいろいろ不安だよね。ああ、メダル集めもね、ゆっくり頑張っていかないとな。まあね、慌ててやんなくても、もうちょっとこう条件達成しやすいぐらいまで強くなってからね、やったっていいと思うんですけどね。そんな急いで欲しいものがラインナップされてるわけでもないし。オッケー。じゃあ、あともう、俺には用がないので、またバゼラードを育て直します。さて、そしたら、一
子は、ワーラーの家にしなくちゃいけない。んで、枠何個か作んないといけない。できればこの辺も作りたい。一旦戻ってもらう。つくの気持ちいいな。結構綺麗にくっつくんよね。別に階段4つもいらなかったな。わらの家も立派じゃんね。なかなかちょっとなんか原住民感出てますけどね。これで嫌か。上に置いちゃうと邪魔だな。ここに置いても納得してもらえるかな。なんかどっちからでも上り下りできるにしとくか。めちゃくちゃ作っちゃった。あっく。こんなちゃんと囲まなくてもよかった気がするんだよな。ダメならちゃんと囲むし。ダメっぽいな。ちゃんと囲むか。
で、まずルネ。ミレーネ。クリン。で、ホリーおばさん。これで、カルチャー32ポイント。カルチャーポイントをもう、18ポイント上げる必要があるので、で44、もうちょい。水車、水車でけえな。47、いいよ。ベンチ。これでもつけれないか。あと1ポイント。んじゃあ、ズボの松明ダーツ。この辺に小屋置いて、こんなんでどうだ。よし、 100%。完璧っしょ。だってさ、だって、そしたら基本ユーリスの方が行動しやすいと。リテイラー看板。あ、こんなところに。
バーネット。他ある？さすがにないかな。一応見るけど。ジュラクアームズ。剣金の卵。金色ネルケゲット。いいね、一気にいろいろ発展しそうだ。いいね、そうそうそう、この辺欲しかった。このボーンレイピアとかね、武器強化素材として使えるので、何本か仕入れておいてもいいかもしれない。うん。お金もあるし、ボーンレイピア1位の、2の、3の、4の獲得で、暗黒のコイン、これも条件として必要だったと思うので買っとけばいいかな。あとになるとね、買えなくなっちゃうから、ちょっと多めに買っとこう。羽が、まあまた、羽はいくらでも増やせばいいんだ。ドライヤーガンはさすがにいいかな。キノコバーガーズ。うん、あ、もう調子乗っていろいろ買いすぎちゃったよね。マラバチ、これ必要です。これも持っとこう。これ何かに使ったんじゃなかったっけな。1個だけ持っとこう。スペースがいっぱい、なんてこった。さすがに持ちすぎか。やべえな。この辺も早く消化しなきゃな。ちょっとさすがになんで、グラディウスは別に今手放したっていいかな。うん。まあ、なんか手に入っちゃうなってのもあるんでね。バゼラードもとりあえず3本、今持ってるの1本あるから、これで、ハンドブレードも多分使わないんだよな。で、バゼラードも、現状いいか？もうこの辺いっか。まあ、必要だったらまた買えばいいし。オリルレンチ。多分大丈夫だな。一応いろいろ音見ながらね。場合によってね、銃が、普通のタイプだけじゃなく、実弾タイプだけじゃなくって、グレネードタイプとか、あとはレーザータイプとかあったりするから、そういうのを使い分けるのに、そのうち、また強化とかし直すかもしれないんですけど、姉足りねえ。ぶっちゃけこれいらないんだよね。また錬金術しなきゃ。
折れちゃう、折れちゃう。竹、竹、竹。よしよし。よしよし、さらなる進化を狙えるぞ。会話中に一般通貨やめろ。未来に変化あったって、もうもうあった。ジュラクガン。サンキュー、ジュラク様。はい。うん。右の鼻はまだ開いてるって、なんと募集中。いずれまたなんかもう一段階あるんだっけか。そしたらジュラクガン攻撃力42、結構高いんじゃね。これ36だもんね、強いわ。うん、属性値も豊富なんでこれ強いですね。まあベルトリガーもベルトリガーで強化していきたいんですけども、普段使いは一旦こっちで、これレーザータイプなんでめちゃくちゃ強いんですよ。まあ裏でベルトリガー強化しつつジュラクガンで戦っていくっていうような感じでやっていこうかな。はい。
じゃあとりあえず、このエリアで、やれること、は一通り進みました、今回ここまでにさせていただいて、また次回ね、そのヒマーラという魔物から、太陽の雫というアイテムを、得るために頑張っていきたいと思います。まあ、ここはそのね、モニカの能力であるそのモンスター変化っていうのが、活躍しそうですけれども、このモンスター変化どれほど実用性があるのかっていうところね、また次回見ていけたらなと思います。ではダーククロニクル実況プレイのパート14、最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てるなー。